都並市立半野中学校は、富山県都並市にある市立中学校。今の場所に、今の校舎を最初に建てたのが、約45年前、私が入学した頃です。当時はまだ体育館が完成しておらず、1年ほどは、グラウンドと近所の小学校の体育館で、体育授業をやってました。半野中学校は、 トナ市内にある他の中学校と比較すると生徒数が少ないが地域のボランティア活動や挨拶運動などをしていて活気あふれる学校である。毎年開催されるイカルギ運動会や学習発表会などでも保護者や地域住民などに最高のパフォーマンスと半若中学生のおもてなしをしようと執行部が中心となって様々な活動をしている。ペットボトルキャップ収集では 家族、地域住民、校区内にある、富山県立と、並東支援学校、地元企業と協力し、毎年数万個ものペットボトルキャップを、発展途上国の貧しい子供たちのために、役立てられるようにと寄付している。安川三号茶の木乱状徳満徳満新福山三号、新川内伏木谷栗屋五国寺大都地上朝、谷東別所東、 別所新号障子宮森八十歩東保福岡、宮森新旧新造さん上和田正健次、坪野市街や池原聖谷ためなり新の区域。ありがとうございます。